経済学部3回生長岡ひろみでお送りします。今年もまたまたレッツが帰ってきました。今年の冬は寒いというあなた、今年の冬も寒いあなた、レッツと共に一晩だけでも熱い経験してみませんか。それではいきます。桃江ちゃんプレイバック。Thank you.
見習いのマリアはトラップ一家の暮らす屋敷にやってきました。トラップ家には7人の子供たちがおり、マリアはその子供たちの家庭教師を命じられたのです。さてマリアと一家の運命はいかに。まあなんて立派なお屋敷なんでしょう。こんな立派なお屋敷の家庭教師なんて不安だわ。ダメダメダメ、そんな弱気じゃダメ。もう後戻りはできないの。しっかりするのマリア。勇気を持ってお屋敷に突入よ。ごめんやして、遅れやして、ごめんやしてや。もうなんだ君は、いきなり何の用だ。なんだ君なんてか。そうです、私がひんなおばさんです。あ、ひんなおばさんたら、ひんなおばさん、ひんなおばさん。真面目に答えるし。マリアでございます。子供たちの家庭教師役を仰せつかってまいりました。ああ、あなたがお願いしていた家庭教師ですか。でもどうも教師には見えませんね。チューイングボン。やめなさい。私がこの家の主人であるフォン・トラップ大佐です。あなたには亡き妻の後7人の子供たちの世話をしていただきたい。ブ・ラジャー。では早速子供たちを紹介します。我が家では子供たちを呼ぶときはこの笛を吹くことになっています。あなたにもいずれ覚えてもらわねばならないのでよく見ているように。ちょっとしたパフォーマンスで、本当の子供たちはこの7人です。今日からお前たちの世話をしていただくマリア先生だ。さあお前たち自己紹介しなさい。さあ、あなたもこの笛で試してみなさい。やめてよ。笛など必要ありません。ちゃんと名前で呼びます。子供は犬ではありません。私はドジでグツでバカでノルマの亀です。でも私はこれから用事をしばらく留守にしますが、あなた本当に大丈夫ですか。 OK です。あなたのそういうところが心配なのです。まあいいでしょう。当家は規律で動いています。午前中は勉強時間、午後は戸外で更新、就寝時間は厳守。規律と礼節の監督があなたの務めです。かしこまりました。それではマリアさん、留守の間よろしくお願いします。いってらっしゃいませ。さあみんなもう楽にしていいわ。これからよろしくね。じゃあ挨拶代わりに練乳ビーム、ピュッピュッ。何なのこの子たち、なんでこんなにノーリアクションなのかしら。よし、ではさらにさらに、こまれち、こまれち。まだ笑わないわ、もう悔しい。ふう、なかなか手強いわね。じゃあもう奥の手よ、せーの、ちくりまんぼ、ちくりまんぼ、ちくりまんぼでキュッ、パッパッパラパッパッパラパッパッパッパラパッキュッ。おりゃー、おめえらな、俺のギャグわかんねえなんてセンスがねえんだよ。何がキリスト礼節さ、そんなも必要ねえ。てめえら必要なのはな、愛だよ、愛。いいかてめえら、一週間後にギャグコンテストがあんだ。それ向けて元くんじゃボケ。教育が開始された。勉強時間も更新の予定も全てギャグの特訓に当てられた。最初は乗り切れなかった子供たちもマリアのギャグにかける情熱に次第に心を開いていった。そしてついにギャグコンテストの日がやってきた。さあ今年もやってまいりましたギャグコンテスト
21回目となる今夜は3組の挑戦者にお越しいただいております。では早速1組目の方からいってみよう。演奏会の気持ちをダンスで表現します。車を愛する全ての人にイエロー、ハッ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 、ミレニアムだからプレミアム、もう一丁せーの、車を愛する全ての人にイエロー、ハッ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 、ミレニアムだからプレミアム、もう一丁、車を愛する全ての人にイエロー。
みんな、行くわよ。せーの、コレッジ。あら、どうしてこうなってしまったんだ。ワン、ツー、スリー、フォー。